とやっぱり子室を敬うこと、親を敬うこと、そういうことして命のこの、あの、ありがたいって生まれてきてありがとうって、そういう命に対しても、あの、向き合わせていただいて感謝することじゃないですかね。そしたらなんか嬉しいことがいっぱい、あの、湧き上がってくるような気がするんですけど、そうすると、あの、自分にそういう心でいると、そういう人たちと出会うようになりますよね。なんかそんな日々心がけてるんですけど、なんかまたみんながそういうことに気づき出してる気がするから、こうやってなんかすごいまた輝いてるっていうか、綺麗になってて、すごいその話を聞きたいなって思うこともあるし、すごい本も読みたいとか、みんななんかそうやって古事記とかを勉強してる友達とかも結構いるから、なんか若い人たちの間でもなんか広がっていってる感じがします。神道には経典も哲学も倫理もない。しかし私たちの中心には得体の知れない大いなる力によって支えられている何かがある。その得体の知れないものが何なのか、それすら考えることもない。それでも私たちは導かれるようにこの地を訪れ、手を合わせる。ある者は幸せを願い、ある者はパワーをいただき、またある者は感謝を届けに。目的はそれぞれ違えども、そこに何かがあることを信じ、人は引き寄せられる。そして年を重ねるたびに、その目的も変化し、一人の人間として成熟していく。その道中で身につけたもの、それが道徳。歩む道は違えども、それらすべてを神道と呼んだ。その果てしなく続くこの道を途切れることなく、これから私たちも永遠と歩んでいくであろう。